お殿様は思ったほど楽じゃない。江戸時代のリアルな大名格差。皆さんこんにちは。江戸時代の殿様といえば、誰もがみんな立派なお城に住んでいて、たくさんいる家臣団に貸し付かれ、命令だけしておけばあとは悠々自適の生活だった。そんなイメージがありませんか？もちろんそれなりの苦労はあるでしょうが、平民よりは断然いい暮らしをしていたはず。しかし実は自分の城を持っていなかったり、参勤交代の道中で他の殿様と出会ったらそそくさと逃げ出したり、石高ランクがゼロの殿様さえいたのです。今回はそんな一般的な殿様のイメージとは違う、もっとリアルな江戸の殿様事情をご紹介しましょう。殿様なのにお城がないなんて、一国一城令。殿様といえば一国一城の主と言いたいところですが、実は江戸の殿様には城を持っていない人がおよそ半数もいました。この表の城なし大名と城持ち格大名が自分の城を持っていなかった殿様です。275の藩のうち127の藩の大名が城を持っていなかったのです。大名たるもの、自分の城を建てようと思いそうなものですよね。なぜ城を建てなかったのでしょうか？それには理由がありました。戦国時代には城はもっとたくさんありました。殿様どころかその家臣でさえ城を持っていた人がいたくらいです。ところが江戸時代になると、幕府は諸大名の力をそぐことに精魂を傾けます。幕府への反乱や大名同士の抗争を封じ込め、徳川の支配と天下太平の世を維持しようとしたのです。慶長20年1615年、幕府は一国一城令を発布しました。諸大名に対し居城以外のすべての城を破却するよう命じたのです。これにより城は実質的に幕府の管理下に置かれ、諸大名は軍事拠点でもある城を勝手に作ることは許されなくなります。こうして城の数は減っていきました。一国一城令発布の4年後あたりには早くも150くらいにまで減ったようです。そしてその結果、城を持たない大名がたくさん誕生することになったのでした。ところで城を持たない殿様はどこに居住していたのでしょうか？実は城の代わりに陣屋を設け、そこに住んでいました。陣屋には城のような櫓はありませんが、屋敷は広大で石垣や堀もあり、立派な建物でした。ところが人々はそれを揶揄して、彼らを陣屋大名などと呼んだそうです。当時大名は石高だけでなく、城を持っているかいないかによっても格付けされました。江戸城での席順や待遇に差をつけられますし、気分的にも違います。陣屋大名の多くは城持ち大名になりたいと思っていたのです。幕府の命令で城を持てないのに城のあるなしで格差がつくなんて、殿様もつらいですね。頼むから勝ち合わないでくれ。大名行列における作法。参勤交代の途中で自分より格上の行列に出会ってしまったらどうしたのでしょうか？格の高い殿様が先に通る、それが作法の基本だろうと思いますよね。しかし相手に譲るということは、私はあなたより格下だと言っているようなもの。メンツを重んじる武士たちにとって簡単に割り切れることではありませんでした。参勤交代の重要な目的の一つは、大名としての自分の格を世間に向かって大々的にアピールすること。そのためどの大名も金に糸目をつけず派手な行列を作りました。
参勤交代は見栄と意地で飾られた一大イベントだったのです。そんな大名行列同士が勝ち合ってしまったらトラブルが起きないはずがありません。そこで行列の先頭の家臣は他の行列がいないか目を皿のようにして見張っていたそうです。そしてもしも他の行列と勝ち合ってしまったら相手の家が格上か格下かを即座に判断。相手が格上であればこっそりと道を変え、相手が格下であればそのまま進むという判断をしたといいます。先頭の家臣は重要な役目を負っていたのです。そのようなわけで大名行列同士が勝ち合うことはそうそう起きなかったのですが、全くなかったわけではありません。寛政10年1798年、加賀藩の前田春長が江戸に参勤した時のことです。運悪く越中の片貝川が増水し、参勤の日程が大幅に遅れてしまいました。その影響で加賀藩の行列は中山道熊谷宿で綾部藩久喜家と勝ち合いそうになります。当時加賀藩の格は100万石、対する綾部藩は2万石ですから、普通は綾部藩が宿を譲るところでしょう。ですがこの時加賀藩が遠慮して熊谷宿の手前の本庄宿に泊まり、勝ち合いを避けたのです。これは格上の方が譲った珍しいケースでした。さすが100万石の加賀藩、格上の余裕ですね。このように大名行列は道だけでなく宿でも勝ち合うことがありました。特に宿での勝ち合いは道での勝ち合いよりも厄介なようで、血を見る喧嘩になった例もあります。文政元年1818年、相馬藩藩主相馬益胤が宿に泊まっていたところ、運悪く同じ宿に会津藩の松平家が後からやってきました。外様の小大名である相馬藩と徳川一門の審判大名である会津藩とでは価格が違いすぎます。相馬藩は不満ながらも宿で一番いい部屋である本陣を会津藩に譲り、自身は脇本陣と呼ばれる格下の部屋に移りました。ところが相馬藩が脇本陣に入ると、先に入っていた会津藩が忘れていった槍が残されてあったのです。気がついた会津藩は返してくれと相馬藩に要求しました。ところが本陣から移動させられてムカムカしていた相馬藩は、ちょっとした意趣返しのつもりだったのでしょう。槍を返してほしければ槍持ちの首を持ってこいと答えてしまったのです。これには会津藩も怒りました。そして本当に槍持ちの首を切って相馬藩のいる脇本陣に乗り込み、相馬藩の藩士たちを切り捨てて槍を取り返したそうです。格差を任重するよりも武士としてのプライドを重んじた末の悲劇でした。このように大名同士が勝ち合うのはとにかくトラブルのもとでした。参勤交代中でも殿様は他の大名と会わないように気を使っていたのです。殿様も大変ですね。国高ゼロの藩もあった。表高と実高。国高とは土地の生産力を国という単位で表したものです。一国は大人が1年間に食べる米の量とみなされ、だいたい150キロ前後に相当します。県地といわれる幕府の土地調査によって計算されていました。石高が多ければ多いほどたくさんの人を養える豊かな国ということになります。そして1万石以上の国の殿様が大名の格とされ、石高によって大名のランク付けがなされていたのです。ところが石高は生産可能な田畑だけを計算したものではなく、米が収穫できない土地や宅地さえも全て田畑とみなして計算されました。ですから実際の米の生産力とはかなりかけ離れたものだったのです。
そのため形式上の石高を表高、実際の石高を実高と呼んでいました。さて当時はその領地内に田畑が全くない藩もありました。無高と言われたその藩は対馬藩と松前藩です。しかしこの2藩は無高ではありますが、それぞれ重要な役割を担っており、特例で大名待遇されていたのです。まず対馬藩です。対馬は大陸に一番近い島ですから、その地理を生かして他国との国交の仲介役を代々担ってきました。豊臣秀吉の頃は朝鮮出兵の先兵を命じられたりしています。この朝鮮出兵によって日本と朝鮮との国交は断絶しますが、それを復活させたのが対馬藩の宗家でした。それまでの歴史的な経緯を背景に、幕府と朝鮮の間を取り持った宗家は慶長12年1607年、朝鮮から日本への使節派遣を認めさせます。これが全12回に及ぶ朝鮮通信史の始まりとなりました。この功績によって無高にもかかわらず10万石の大名とみなされる対馬藩が成立したのです。朝鮮との交渉役としてなめられないよう箔付けしたという意味合いもあったのかもしれません。続いて松前藩です。松前藩は蝦夷、北海道に位置していました。アイヌの人々とも交流があったようです。当時の蝦夷は稲作が不可能でしたが、蝦夷の支配と交易の管理の必要から松前藩の役割は重視されていたようです。しかし松前藩が藩として認められたのは、先ほどの対馬藩に比べて100年も遅い享保4年1719年のことでした。ところが江戸後期になるとロシアの船が近海に現れ、貿易を求めるようになるのです。キリスト教の布教も予想されました。幕府はとても松前藩だけに任せてはおけないとして、文化4年1807年蝦夷を直轄領にして警戒を厳重化します。それに伴って松前藩は陸奥国、柳川旧仙石へ国替えとなり、一時大名から旗本へ転落してしまいました。その後文政4年1821年ロシアの脅威が遠のいたとして、蝦夷は松前藩に返還されています。ここまでプライドを引き裂くなんて、江戸城での格差。格付けされた諸大名の格差が最も可視化される場所、それが江戸城の本丸御殿でした。江戸時代、諸大名は定期的に江戸に参勤する義務がありました。参勤交代です。原則として江戸へ出仕して1年経ったら寺寮へ帰り、また1年経ったら再び江戸へ出仕するというサイクルの制度でした。大名は江戸に滞在している間は毎月定例日に江戸城に登場しなければなりません。月3回ほどだったそうです。定期的な将軍への拝謁と年中行事やお祝い事が目的で、大名にとっては大事な公務でした。大名はおよそ半数ずつが参勤交代で入れ替わります。江戸後期にはおよそ170人の大名が江戸城で一堂に会したといいます。しかしこの170人の大名は一つの部屋に集められたわけではありません。ここに格差があったのです。通される場所は幕府によって格付けされた価格によっていくつかの部屋に分けられていました。控え室も拝謁する部屋も価格によって厳然と区別されていたのです。それだけではありません。将軍への拝謁方式も単独で独礼できる大名もいれば、集団律令でしかできない大名も決まっていました。さらに登場時の装束も価格によって決まっていたのです。このようにして江戸城では
大名の格差が可視化されていました。一国一城の主であるはずの大名は、江戸城に登場するたびに他国の大名との格差を嫌というほど思い知らされたのでした。江戸城の中は常に羞恥、羨望、嫉妬がドロドロに渦巻く世界だったのです。さて、江戸城において一年のうちで最大の行事は年始の儀式です。この時は大名に加えて旗本も登場し、それぞれ飾り太刀と馬を将軍へ献上するのが習わしでした。その折、将軍からは杯を賜ります。将軍と杯を交わし、主従関係を互いに確認し合う意図があったのです。そしてこの大事な年始の儀式においても格差は明白でした。大名であれば集団ではありますが、一応対面で将軍と杯を交わすことができます。しかし旗本は数千人にもなりますから、将軍不在の大広間で数人ずつが順番に進み出て、書院番頭からお酌を受け、杯を懐に入れてそそくさと退出する流れだったようです。格差といったら大げさかもしれませんが、将軍からすれば大勢の旗本からいちいち挨拶を受ける暇などありません。スピードアップを図った結果というところでしょう。格差は視覚だけでなく音声にも現れました。時代劇ではよく将軍に拝謁するとき、将軍が面を上げよという言葉をかけるシーンがありますよね。ひれ伏していた大名が顔を上げて将軍の顔を制止するわけですが、これは実際にはありえなかったようです。表を上げよの声がかかっても顔を上げないことが義務付けられていたからです。ひどいトラップですね。ではうっかり顔を上げたらどうなるのでしょうか。将軍に対して敬意を失しているという理由で厳しい処分が課されました。将軍への拝謁は見かけ上同じ空間を共有しただけであって、本当は遠く遠く離れているのだ、そう考えられていたのです。幕府は将軍の権威をより高めるために意図的に距離を遠ざけるようにしていました。その結果、大名は将軍の顔を見るどころか肉声を聞く機会すらほとんどなかったのです。以上のように江戸時代の殿様は本当に楽なポジションではありませんでした。自分の城を持っていなかったり、参勤交代では気を張り続けないといけなかったり、石高も当てにならず幕府の都合で振り回されたり、そして江戸城内は細部に至るまで格差だらけ。プライドがズタズタに傷つけられても我慢し、気を使いながら仕事をしなければならない。それが江戸の殿様のリアルだったのです。